が来てて、私の家に。私のリコイもしかして持って帰った？もう一パックあったはず。ああ、よかったよかった。奥にあった。やめてほしい。お母さんが来ると全部調味料冷蔵庫の中入れられてさ、全部しまわれちゃうからさ、よかったわ。冷蔵庫パンパンやわ。よいしょ。おし、そう、やばい。なんかお母さんが来たことによってここ3日間ずっと家の冷蔵庫がパンパンなんだよね。なんか料理さ、作ってくれたいよ。そう。もうね、多分ね、3日分ぐらいしなきゃ食べきれない量のスープと、2日分ぐらいの食事の量の、2食分ぐらいの食事の量のリゾットと、あとね、ナスが置いてある今。毎回思う。一人暮らしの量を作ってくれないのよ、本当に。一人なのよ、こっちは。でも、すごいよ。鍋、パンパンにね、スープが入ってんの、今。で、丼、ラーメン丼いっぱいにリゾットが作られてて。さすがのグータラでもね、食べれないよ。めっちゃ蜜たっぷりのリンゴでね、クソうまいんだよね。このリンゴ飴消えるんですよ。
しすぎてずっと食べてられる。どこで寝ますか？
ださい。ないけど。
でも仕送りとかしてもらってる。え、お母さんに仕送りしてもらったことないんだけど。そう、グータラ家はね、仕送り制度ないから。大丈夫。まず仕送り制度はないですね。もらったことない。そう、でもぐーたらが一人で家で何してるか心配で、何の連絡もなくよく来る来てはぐーちゃんみたいな感じで家の中を物色して、掃除して、ご飯作って帰るみたいな、世話焼きをしたいみたいな感じないよね。え、ほんと怖いよ。何の連絡もなしに来るから急に。わかる。家にいて急にさ、鍵の開く怖さ知ってるかみんな普通にさ、起きたらガチャって開いて、えって目覚めるじゃん。ガチャ来たよーみたいな。そう、合鍵持ってるからさ、急に来るよ。さりげなく、内々男チェック兼ねてる気もする。いるわけねえだろ業務連絡が逆突ぐらいしか来ないよ。家に来ることまずないかもね。LINE の返とかも来ないから予告なしなのかな。それもそう。お母さん心配しすぎてそれな。お母さんの LINE だって名前がね、変なんだよね。毎回ね、フルネームちゃうんや。え、そう、花丸って名前なんだけど。なんで花丸にしたのって言ったら、覚えやすくていいでしょみたいな感じで言うんだけど、毎回ね、それを見るとね、みたいな。わかる。ぐーたらさ、 LINE の名前変えないのよ。めんどくさくない？変えるの。そう、だから何にも変えたことないんだけど、すれば返すよ。花丸って言葉を見るとね、お粗末さん浮かぶな。いっかってなる。最近はね、ちゃんとね、既読はつけるようにしてる。そう。
ちょっとずつ成長してるから。そう。でも、キュウリトツは相変わらず。そう。最近はなんか行くよみたいな感じで来るようになったけど。ダメージジーンズを見て、ママ、うちんちお金ないの？うちんちって貧乏なの？つって、そんな穴開いたズボン履いてとか言ってた。あのいとこ、あとちょっと頭のおかしいとこくんがいるんだけど、そう、超ポジティブ思考な考えの。やべえやつがいるんだけど、そう、それが今あの30、いとこのお兄ちゃん30歳なんだけど、あの30歳フリーターアルバイトで、あの結局あのライブハウスとアルバイト以外何もやってないみたいな、そう、そんな生活を送ってて、あのついに私だったんだけど、いとこのお母さんがあのいい金にしろっつって追い出したんだよね。そう。で、追い出したはいいんだけど、あの行くところがないと、行くところがないから。家の掃除とかも、なんか重いもの動かしたりとかも今手伝ってるみたいな。そう。ぐーたらのお母さんの、あの、嫌いになってるの。そう。で、まあ、うちのお母さん的には、まあ、2週間だけだし、今一人息子が出たと思って、みたいな感じで。そう。やってんだけど、毎日のようにお母
さんからうーたらの方に LINE が送られてくるよ。また長文の。最近会いに行ってんのに、なんか帰ったらなんか今日の夕飯はこれを用意したよみたいな。で、最近それ見て既読をつけてすって何も返さずにやってると、なんか最近電話かかってくるの、いとこから。で、なんか、いや、ぐーちゃん、お母さんのこともっと考えてあげなよとか、ぐーちゃん、お母さん寂しがってるよみたいな。それも、なんか急に電話かかってくる。なんか LINE で、ちょっと話したいことあるんだけどとか、今話せるとかじゃなくて、急にもしもしみたいな、さみたいな電話かかってくるんだよね。それが、イライラしてて、しかもそのかけてくるタイミングめちゃめちゃ悪くて。切れそうになった。そう。めちゃめちゃね、空気が読めないの。そう。本当に。切れていい。仕事中とかにかかってきてさ、なんか、でも、ぐーたら、この仕事してんのバレたくないのよ、いとこには。そう。だから、怒るにも怒れなくてさ。したら出ていくから、そう、おばさんにはね、昨日電話した。めちゃめちゃイライラしたから。そう。すいません。迷惑なんですけどってイライラしすぎて、おばさんに言ったんだよ。なんかその頭おかしいからさ、なんか言ってもなんか通じないんだよね。そう、自分がどれだけ迷惑かけてるかを。そう、僕はぐーちゃんのことを思って、もっとお母さんを大切にした方がいいと思って言ってるんだよみたいな。頼んでないしみたいな。人のことを勝手に何を理解してそう言ってるのと思って。そう、めちゃめちゃイライラしちゃって。今日お母さんが来た時に、お母さんにもめちゃめちゃ怒った。
したら、え、ごめんねみたいな、全然そんなつもりはなくてみたいな、別に言ってても頼んでなかったしみたいな感じで謝られたんだけど、そう、もうね、うわーってなってた。プリマカありがとう。最近連絡取ってんの。だから税理士さんとお母さんとそのいとこから一方的に来るやつしかないみたいな。ふざけんじゃねえと思って。もう愚痴らしてくれ今日は。めちゃめちゃイライラしてた。じゃあ100ありがとう。またマッサージ行ったりしてリラックスしてね。ありがとう。そう。なんか最近めっちゃタイミング悪いんだよね。いろんなことが。不運続きよね。お払い行くか。お茶が略せきますよ、ね、ありがとう。ちまく100ありがとう。ごくごくごくちょ。岩盤浴はね、熱すぎるかな。でもね、お払い本当効果あんのかなと思って、今コロナでさ、めちゃめちゃね、省略されてるの、お払い。なんか町内行った時も、なんか本当に一人一人にシャンシャンってやられるんだけど、なんかもう全員まとめて一括で名前と住所呼ばれて、ただ目の前でシャンシャンみたいな感じで、はい終わりみたいな。そう、でも本来お祓いってさ、なんか全てのものをやるからいいのであって、そんな簡略化したら効果持つんかな。さあ、なんか、なんて言うんだろう、本当これでいいのみたいな、そう、払えてんのかなみたいな、めっちゃ心配になる。そう、心配になっちゃう、めっちゃ。なんか去年全然お払い行ったけど、なんか払えてないしと思って。
してきたよ。そう、もう全然あれみたいな、払えてなくないですかみたいな。まあ値段じゃないよな。でも有名なとこ行ったんよ。わざわざなんか埼玉まで行ってさ、やってきたのに。信仰心が薄かったんかな、ぐーたらの。壺は買っちゃダメよ。買わないよ。壺なんか置くとこないし。買うなら壺プリン買いな。うまいこと言ったな。壺プリンは美味しいから普通に買いたい。でも。
かせようとしてくる。まだ寝ないよ。食べて醤油つけて、それをおかずに晩酌してる。あー、美味しそうだね。鶏と卵って言ったから親子丼かなって思ったら炒め物だった。つまみ系美味しいよな。でも言うたらあれ好きだよ。なんだっけ、チーズ春巻きみたいなやつ。あれ美味しい。気にしないけど、結構ね、気にしちゃう子は気にしちゃうからね。まあ、枠主がその話をしてたらいいと思うけど。結構なんか他枠で名前出されたくないみたいな人もいるから、まあ、バイベン好きな人だったら、お前ら、俺の名前出してこいみたいな感じで言うかもしれんけど、じゃあいい、そういうタイプじゃねえから。ジェスちゃん元気してた？なんかめっちゃ忙しそうだった。聞いて納得。
らず忙しそうだったわ。せやね。いや、この時期でもみんな忙しいよな。春シーズンは。でもし社会人だったら後輩とかが入ってったりさ、まあ、新入社員の人もいるしさ、引き継ぎとかもあるだろうし、新シーズンはね、いろいろと決算とか忙しいからね。新人は3日でいなくなった。3日か、よく持ったね。グータラのいいとこ1日でやめてくれよ。グータラのいいとこマック1日でやめてったから。バイト受かった、行ってきます。ただいま。ちょっと僕には合わなかったみたい。自分より年上の人に教えるのはね、結構ね、プライドとか高い人だったらね、なかなか聞いてくれないよね。分かんないことあったらいつでも聞いてくださいねって言っても。ミスした時にどう怒るかよね、それ。ですかとか言ってもさ、答えてくれないこと多いからね。そう、めちゃくちゃ気使う。なんかまださ、そのあんまり世代じゃなかったらいいけど、今30代後半らへんの人はもろなんか
方が多いじゃん、男性も女性も。女性の方がなんか結構プライド高い方がそこら辺の年代多いと思うんだけど、あのぐうたらが社会人やった時はなんか30代から40いくつかまでの人はなんか結構プライド高い人が多くて、年下になんか襲われたくないみたいな、年下の下でなんか働きたくないみたいな人が多かったからさ、扱い難しかったな。